はい、どうもダナタです。ではハガモバやっていきたいと思います。今回は初の実況プレイ、勢力聖戦やっていきたいと思います。現在やっとこの日を待ちわびましたね。金曜日、こちら4の10をやっていきたいと思います。ここが本当に難しくてかなり苦戦を強いられているわけなんですけど、一応ひょっとしたらこのパーティーなら勝てるんじゃないかなと思いまして、早速やっていこうと思います。一応以前このパーティーで組んでたんですけど、なかなか攻略が難しくて断念しました。それで一応ね、考えたのはまず枠としてラストを入れます。そしてもう一つこちらですね、オーゲンハイムをね、あんまりね育成してないんですけど、ここだ、この R のとこにオーゲンハイムを入れます。そしてこれを切り替えます。ということで、このパーティーでいきたいと思います。なぜホーエンハイムを入れたかというと、奥義ポイントをね吸収することができるんですよ。俺それにしてるかな。確かね、これですね。通常攻撃特性で奥義ポイントが最も多い敵の奥義ポイントを2ポイント吸収できるので、こちらのもう始まっちゃったな。このシグが結構奥義ポイントがガンガン溜まっていくんで、こいつをどうにかしないといけない。そして奥義を見てもらったらいいんですけど、自身の最大ヒットポイント 40% を回復することができるので、まあこれをどうにかしないとこのステージはクリアできないというところもあって、このメンツにしました。では、早速やりたいと思います。でまあここの特徴は、敵に近づきすぎると反撃ダメージを食らってしまうので、できる限り離れた状態で戦うというのがベストです。で、これだと、ちょっと待って。あ、届かないんだ。やったら、こういっとくか。で、一応これ、職権というかね、このチームで行くのは初なんで、負けちゃう可能性もあります。負けましたね。はい。これではお話にならないので、やり直します。難しいよね、本当に。マジでむずい。んで、まず、エドの技で、で、あまり敵が近寄れない状態にした方がいい。泉も落とされるときついんですけどね。はい、この状態だとちょっと泉が怖いんで負けちゃう可能性があるので、はい、それで範囲攻撃をかましましょう。こちらもやっておきましょう。で届かないか、これでいいか。はい、これで一撃で落とされることはないでしょう。 OK。 さてと、そして
なぜラストを入れたかというと、こちらのラストの通常攻撃ですね。これがね、ヒットポイント回復効果をね半分にしてくれる効果がありまして、まあその特性を生かしてラストを入れました。まあその効果もあってかなり、シグがね、だいたい19万ぐらいの回復量を誇ってまして、まあそれを9万5千ぐらいまで抑えることができるので、まあその効果もあって今回シグを入れさせて、じゃあシグじゃねえ、ラストを入れさせてもらいました。よし、これでちょっと割ってみよう。死ななければ OK。 ではちょっとどんどん、いきたいと思います。で、できる限りね、やっぱり落とされないようにするのがベストなので、はい、次に、敵をおびき寄せましょう。近寄りすぎると敵が攻撃をしてくるので、一応こんな感じの配置で行きたいと思います。はい、よいしょ。ではここでターン終了しましょう。あ、攻撃してこないな。どうしよう、ここまで行こうか。ここでターンを終了します。さあ、問題はこのシグなので、シグをどう始末していくかっていうところですね。まず雑魚をやっておきたいっていうのがあるけど、これで一回回復しておこう。はい、では、ラストは、とりあえずこいつらをやっておきましょう。そして、泉は、奥義を打ちます。そして、シグをやりたいんですけど、シグやっちゃうと、これはちょっとダメだね。これで、まずシグを落としたいんですよ。それでちょっと回復をしておいて、で、泉吹っ飛ばしましょう。この間にね、回復してくるんですけど、これによってダメージ量を見てもらったら分かるんですけど、これで多少は違うかね。それでどんどん攻めていきましょう。これも泉耐えれるかな。耐えれたね。オッケー。んーで、あー、うっとうしいな、この配置マジでうぜ。これ多分負けますね。
無理だね。これではちょっと勝負にならないですね。ちょっと落ちすぎですね、味方が。ちょっとこいつがうざいんで、こいつ始末しておきます。耐えた、OK。 あー、ラストのこれ結構効果ありますね。ちょっと全員回復しておいて、ちょっと突き放しましょう。で、ここへ配置しておきます。いけそうじゃないですか。痛い。そうきたか。ラストが落ちるのはちょっといただけねえな。それでこんな感じで、ホーエンハイム生きてください。きつ、エドをここへ配置して、耐えてる。もうこれは知らない。さて、うーん、でもホーエンハイムトラストが落ちるときついな、やっぱ。こうしたらいいか。で、これでどうだ。多分大丈夫じゃない。江戸が死んじゃダメなんだよ。ないのはきついですね。んで、エドをここに配置して、これどうだ。いえいえ、だからもう投資がマジで、もうこうで、こうで、これならどうだ。これだと多分、おお、いいや、きつ。絶対攻めてくるね、こいつ。逃げよう。で、攻めれないようにしよう。いや、もう狙いすぎやろ。むつ。泉を先にやるか。泉先やりますね。ちょっと敵をおびき寄せます。ここに配置して、で、ラストをここに配置します。ここへ置こう。はい、これで一旦ターン終了します。おお、あれ、なんで陰影が使えないの。
OK。ここに置いて、とりあえずこれでダメージを取るということ。もう落ちないでしょ、これは。はい、ではここから怒涛のラッシュを泉に与えたいと思います。うん、4万8000与えれるんで、でこれでこう持っていって、怖いな。応援杯も落ちるとちょっときついですけどね。よし、まあいいでしょう、これで。エドは外れて、でこいつは回復するだけなんでそんなに怖くはない。まだヒットポイント2万あるか。これで突き放してか、ここに置いておこう。こんな感じにしておきましょう。これで落とされるときついんですけどね。あ、大丈夫ですね。しかももうラウンド15じゃん。いや、これは無理だ。さすがにラウンド15では落としきれない。はい、できればもうこのラウンドで始末したいっすね。よし、ではシグ狩りに行きます。残り3ターンで狩れるかどうか。4ターン3ターンだよね。奥義打っても8万なんで回復量は。でも8万はでかいよな。でこれでこいつを打っておいて、かろうじて足らないかもしれないな。泉が2万か。これがちょっと邪魔なんだよな。
をつけろよ。連携攻撃で少しでもダメージ与えて。失礼するよ。ああ痛い、それは痛い。痛いすぎる。よろしく、気をつけろよ。これは一番いい配置ですね。それで、こうで、これでやれたらいいんだけどね。余裕が出てくれたら。死ぬなよ。オッケー。もちろんない、これは。よし。悪いな。この日のために準備していたのさ。何やってんのよ。そこまでだ。よろしく、気をつけろよ。吸収しまくろう。いける。いけるよ。よし、あと3ラウンドで敵はできないんで、攻撃が悪いな。いけるっしょ、これは。これで落ちるだろう。オッケー、落とした。まあ、あとこいつさえどうにかしたいんで。クリアできた。オッケー、では最後は奥義で。
締めたいと思います。無事クリアできました。きつかったな。これで、エリア4全ステージクリアとなりました。おめでとうございます。いやきつかった。育成もしてなかったんですけどね。やっぱホーエンハイムが良かったですね。うん、でラストのスキルも、かなり使えたので、どうしてもきついなって思った方は、まあ、これを使ってやってみてはいかがでしょうか。いやよかった。なんとか初の実況むちゃくちゃにならずに済んだと思います。はい、というわけで、今回の動画は以上とさせてもらいます。長い時間お付き合いありがとうございました。それでは失礼します。ダナタでした。